はい、今ねどこにいるかっていう東京の新宿にいます。東京は5ヶ月ぶりぐらいなんだけど、新宿ということで久々ですね。5ヶ月前に来た時も来たんだけどね。新宿はかつて自分が、勤務してたところですね。新卒で入った会社のところ、ここの高島屋があってタイムスケアがあって、その奥に会社があったんで、まあ、そこで働いてたんだけど、だからこの辺りは結構手慣れたところですね。あの昼食とか結構いろんなこと食べたんで、で、今ここのところ結構おすすめの場所でちょっと皆さんおすすめさせていただきたい。バッサ新宿ってしばらく前にできたと思うんだけど、バッサ新宿のところのところの横のところでこういうなってるんですね。下の階ちょっと混んでるんだけど、ここは割と全然空いていまして誰もいませんね。はい、ちなみにこれは iPhone の Pro Max で撮影します。先日購入したね、セルフィーモードで結構画質的には前のやつ良くなったかなって感じがするんだけど、でそっちの方ね、タイムスケアということで、あっちの方でねドコモのビルとかあって、以前に新型コロナが蔓延する前に11月の30日だったかな、あの東京でね、講演会やらさせていただいた時に34名の方参加いただきましたけど、その時に、会場借りてね、そっちの方ねでやらさせていただいて、あっちにあるドコモのビルがあってベトナム料理があって、その上にカノヤっていうね鹿児島料理ね、この間カノヤ市行きましたけど、そこのところで、講演会、あ、懇親会かやらさせていただいたんだけどね、また落ち着いたらね東京でのやつやりたいと思ってます。まあ、とにかく3年ぶりの海外ということで、久々に海外で、まあ、その前にいろんなところちょっと挨拶しないといけないということで東京来てますけど、東京に関してはねまた、海外から帰ってくるときなんかね、またいろいろと、来れればと思ってますし、また講演会懇親会もね落ち着いたらやれればと思って楽しみにしていただければと思います。ということで今こういう感じで今高島屋のところ、高島屋なんかもよくあの、まあ、そっちで働いてたのもよく行きましたし、紀伊国屋とかもあったので、その時はよく本とか買ったりもしましたけどね、懐かしいです。なのでここのところ皆さんおすすめです。バスタ新宿がそっちにあって、まあ長距離バスでねいろいろ行けるんですけど、そこのところの横上の階は本当に空いててね、まあ、こんな感じで、鉄道好きにはたまらないですね。鉄道がこう走ってくるので写真撮影とかする場所でもちょっと見てみたら、ここのところにまったりするといいんじゃないかなと感じします。ちょっと寒いですよね今日は。本当に観測史上最強の寒さと言われてますけど、昨日昨晩寒かったかな、多分夜また寒くなるんで昼間少しまだマシになってますけど、ここおすすめですね。ぜひちょっと来ていただければと思います。